アリーナカウンターでタイトルマッチの登録をしてくるか。アトリとシラバスを誘わないとな。
セオのやつ、とうとう決勝戦勝ちよったで。トーナメント初参加で優勝やなんて、エン様の真似し腐って。ムカつくやつや。あ、けど安心してや、うちがうまくテーマしとくさかい。エン様は何も心配せんと。ねえ、君はなぜそんなにハセオを恐れているの？うちは別にあんなやつを恐れてなんか。僕が負けると思うの？負けるわけないよ。だったら何もしないで。何もせえへんかったら、エン様に認めてもらえへんやん。そやったら、うちは何のためにここにおるん？注目のタイトルマッチが開催されます。チャンピオンはご存知、不敗の王エンデュランス。
その強さ、そのミスティック、そのビジュアル。まさに王者。熱狂的なファンがつくのもうなずけます。対する挑戦者は期待の新星長谷尾チーム。逆転に次ぐ逆転、その戦いはまさに奇跡。今回は一体どんな奇跡を見せてくれるのか。観客席は超満員。すさまじいまでの熱気がアリーナ中に渦巻いております。これほどの戦いが今までにあったでしょうか。さて、今回は伝説のチャンピオン、決勝戦で長谷尾に道を譲った大家様に解説をお願いしていたのですが、何かトラブルでもあったのでしょうか。到着が遅れている模様です。来たね、長谷尾。言ったはずだぜ。お前を倒して俺の力を証明するってな。それは無理だよ。だって彼女は僕が負けることを許してくれないから。彼女？お待たせしました。ただいま解説者が到着いたしました。それでは挨拶の方を。さて、あなたは一体誰なんですか？オーバー？何のつもりだ？オーバー？あいつはいいやつだ。大家様をお呼びしたはずですが、接続ミスでしょうか。彼は来れなくなった。私が代理だ。はあ。どんな事情をでっち上げた、オーバー。オーバンさんは今回の試合関係者のお知り合いで。挑戦者の長谷尾君と私は以前同じギルドに所属していました。おお、ギルド名は黄昏の旅団。黄昏の旅団、どこかで聞いたことが。もう半年も前のことです。そう、かつて俺はオーバンの率いるギルドに所属していた。ようこそザ・ワールドへ。はじめましてだね。私シノ、よろしくね、ハセオ。ねえ、ほら握手。あれ？照れてるの？もうちょっと頑張ろう。ほら、オーバンも一人で先行かないで。この空の向こう、どこまで行けば
鍵はあるんだろうね。ねえ、ハセオは鍵を見つけたらどうする？私はね、やっぱり秘密。ギルド、解体されてる。どうして？探さなきゃ。オーバー、私、ロストグランドを探してみる。ハセオはタウンをお願い。何かあったらすぐに呼んでね。すぐ行くから。ふーん、そうだったんだ。欅様、どうかなさったのですか？僕、ますますハセオさんに興味出てきちゃったな。さあ、始めよう。対話しろか。まあ、やるだけやってやるぜ。あっ、一の太刀追撃。削り三段反撃。竜影戦。キノタチ追撃。リップ。はっ、せや反撃。削り三連。一の太刀水月。全然足りないよ。こんなんじゃ彼女が喜んでくれない。彼女って誰だよ。さあ、もっと彼女を満たしてくれ。
大丈夫だ、長谷尾。今のお前なら間違えたりしない。落ち着いて、感情に流されるな。感情を導いて、アバターを呼び出すんだ。伊勢、来い。来いよ。俺は、ここにいる。
何だったんだあれは。アイダだよ。あの猫がアイダ。今までエンデュランスの猫に擬態していたのさ。あれだけのことがあったのに、こいつら見えてないのかよ。エンデュランスは彼女が好きだったんだね。ケヤキ様？あの力は妨げになるのだろうか。それとも終わりか。ハセオ勝ったんだよな。見りゃわかんじゃない。やったよくやったハセオ。ちょっとあんた、今回の目的はエンデュランスを倒すことじゃ。そんなことどうでもいいじゃないか。よっしゃ。どうでもよくないわよ。けど本当よくやったわね、ハセオ。実に興味深い。嘘や、こんなん、あ、いえ。許さへんで、ハセオ。まさか、あの猫がアイダだったとはな。エンデュランス、アイダと分かっていて、それでもあの猫を大事にしていた。彼女ってのはあいつにとって
戴冠式？そんなイベントがあるのか。マクアヌの南の港でイベント NPC に話しかければいいんだな。アトリ、榊の悪口まだ気にしてるのかな。携帯電話による第